フェリージは1973年に創業したイタリアのカバンブランド。創業者のアレッサンドロ・フェリージと現社長アンナリザ・フェローニがイタリア北部の町フェラーラに立ち上げた革工房を発祥とする。現在約50名の各職人が革工房で働いており、手作業の革製品ブランドとして知られる。ブランドのロゴはフェラーラ地方の地主であったフェリージ家の紋章である。 この印は、カブとと、盾、リンゴの木がモチーフ。多くのカバン製品に使われている生地は、リモンタ社のナイロンで、プラダなども使用している。主力商品はカバンで、ナンバー8637やナンバー9362などが定番商品として知られる。1996年に、ドメニコ・ベルトラーニをデザイナーとして迎えた。本国イタリアでは、 フェラーラのジョベッカ大通りとミラノのスピガ通りに店舗を構える。日本のフィーゴ社が商標権を保有する。2005年10月、フィーゴ社はユナイテッドアローズに買収され、子会社となった。1987年4月に佐藤陽一によって設立された、フィーゴ社は同7月にイタリアフェリー実社と輸入契約を結び、日本での代理店となった。その後、 1996年12月に日本初の専門店を京都の北山にオープンし、フェリージの日本での知名度は一気に高まった。1999年にフィーゴ社はフェリージの世界での営業権を手に入れ、売り上げを飛躍的に伸ばした。現在はユナイテッドアローズの連結主会社。ありがとうございます。